XR-9、XR-9、BXR-9 はアメリカ合衆国のヘリコプター。2機が製造されたに止まった。XO-61 を納入した G&A Aircraft はアメリカ陸軍航空軍の航空技術業務部と共同で車内故障が -45B、正式名称 XR-9 として一人乗りのヘリコプターを開発していた。 機体は、ポットとテールブームで構成され、後着装置は固定式のタイヤ3つであり、メインローターは3枚、テールローターは2枚であった。エンジンは、出力126馬力のライカミング X を -290 から、う採用していた。メインローターを2枚とした X R、XR-9A の構想もあったが、両車は共に製造されることはなかった。百四十六年、 G&A アクラフトは、ファイアストンエアクラフトに改名が。がマイナス 45C の設計を見直し、メインローターを3枚に戻しタンデム配置の複雑とした、XR-9B は、エンジンに134馬力のライカミングをマイナス290から7を使用して3月に初飛行したが、この XR-9B が1946年に、 アメリカ陸軍航空軍が最初に購入した機体となった。民間市場が広がると予想したファイアストンは一般市場向けにがマイナス 45D を開発した。これはエンジン出力を150馬力に上げ内部に余裕のある並列複座に変更したものである。1946年にクリーブランドで開催されたナショナルエアレースでデモンストレーションを行っている。 さらに、4人乗りで、テールローターを2機にしたが、がマイナス50、XR-14 も構想された。しかし、個人用ヘリコプターは高すぎて、現実の市場としては小さなものであった。ファイアストーンは、航空機開発から撤退し、試作機2機で生産は終了した。出展、ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト。 ハット ABCDEFG メリアムレイワールドウォーツージャーナル15 US、オウォープレインズオブワールドウォー2ボリューム1ベニントンバーモントメリアムプレス2002 ISBN 1から576 3 81 676 P 64アンドラードジョン US ミリタリーエアクラフトデシグネシャンズアンドシリエルズシンス1909キンクリーリーカスターシェア UK ミッドランドカウンティーズパブリケーションズ 1979ISBN0 から90万4597から22から 9P171 ハットランバーモントポール・マルセルヘリコプターズオートジャイローズ・オブ・ザ・ワールドロンドンカッセルカンパニー・リミテッド1 9 5 8 a c n b 0 0 0クジャイアオズ・ジャーナルウィンター 2003P316 ありがとうございます。